聖武天皇、聖武天皇、使用、無天皇、701年、大宝元年から756年6月4日、天平正法8年5月2日は、日本、奈良時代の、第45代天皇、在位、724年3月3日、仁紀元年2月4日から749年8月19日、天平勝元年7月2日、即位前の名は、首巫子。 尾びの巫女、孫悟、死亡、天智国をし、平木豊大王彦天皇、阿メシ寿ュにお支払きと、与桜彦のすめらみこと、勝田から関心症無皇帝、商法官人使用、無皇帝、社味ミ昇ともいう、文武天皇の第一王子。母は、藤原夫人の娘、宮子。二千十二年、平成十四年九月、宮内庁は百七十三年、 明治5年の改歴の際に、明日の換算を間違えていたため、2012年春から正しい日に直したことを、所領不器用に発表した。聖武天皇の崩御日の旧暦は、ユリウス暦では6月4日、グレゴリオ暦では6月8日となるが、約140年間にわたり1日前の6月7日に、祭祀を行っていたことになる。小佐賀天皇も、 同様に計算違いで1日命日が異なっていたという。文武天皇の第一王子として生まれたが、慶雲4年6月15日、707年7月18日に7歳で父と死別、母の都も心的障害に陥ったため、その後は長く会うことはなかった。物心がついて、以後の天皇が病気の併用した母との対面を、果たしたのは弱い37の時であった。 このため、同年7月17日、7百7年8月18日、文武天皇の母である、元明天皇、天智天皇王女が中継ぎの天として即位した。魔道7年6月25日、714年8月9日には、首巫子の元服が行われて同日正式に立体し、されるも、病弱であったこと、後進勢力と外籍である藤原氏との対立もあり、 即位は先延ばしにされ、翌令気元年九月二日、七百十五年十月三日に、文武天皇の姉である、元祥天皇が、中継ぎの中継ぎとして、後位を継ぐことになった。二十四歳の時に、元祥天皇より後位を譲られて即位することになる。聖武天皇の治世の初期は、後進勢力を代表する、長屋王が政権を担当していた。この当時、藤原氏は、 自家出身の孔明氏、父、藤原富人、母、兼犬飼道代の立候を願っていた。しかし、皇后は、夫の天皇亡き後に、中継ぎの天皇として即位する、可能性があるため皇族しか立候されないのが、当時の慣習であったことから、長屋王は、孔明氏の立候に反対していた。ところが、仁紀六年、二十九年に、長屋王の変が起き、長屋王は、 自害、反対勢力がなくなったため、光明氏は非皇族として、初めて立候補された。長屋王の変は、長屋王を取り除き光明氏を皇后にするために、夫との息子で、光明氏のイボ兄である、藤原四兄弟が仕組んだものと言われている。なお、最終的に、聖武天皇の皇宮には他に四人の夫人が入ったが、光明皇后を含めた五人全員が、藤原不夫と、兼、 犬飼い道代のいずれか、または、両人の血縁のものである。天平九年、七百三十七年に薬病が流行し、藤原四兄弟をはじめとする政府公館のほとんどが病死するという惨事に見舞われ、急遽、長屋王の実弟である鈴鹿王を地代上幹事に任じて、過労死じて政府の体裁を得る。さらに、天平十二年、七百四十年には、 藤原広次の乱が起こっている。乱の最中に、突然、関東、伊勢国、美濃国への行行をはじめ、平城系に戻らないまま、国系へ戦闘を行う。その後、約十年間の間に目まぐるしく行われた戦闘、平城系から、国系、南馬系、しがらきを経て、平城系に戻るの経過は、俗に本気で、多くが触れられている。 詳しい動機づけは定かではないが、戦闘を頻繁に行った期間中には、前述の藤原博次の乱をはじめ、先々で火災や大地震など、社会不安をもたらす要因に遭遇している。天平年間は、災害や薬病、天然痘が多発したため、聖武天皇は仏教に深く消えし、天平十三年741年には、国分寺根流の御琴のりを、 天平15年743年には東大汁社名仏像の混流の御事のりを出している。これに加えて、たびたび戦闘を行って、災いから脱却しようとしたものの、官民の反発が強く、最終的には平城系に復帰した。また、藤原氏の重鎮が相次いで亡くなったため、国政は立花諸系、光明皇后の異府系にあたるが取り仕切った。 天平15年743年には、耕されない荒れ地が多いため、新たに根源永年資材法を制定した。しかし、これによって、律令制の根幹の一部が崩れることとなった。天平16年ウール1月13日744年3月7日には、朝霞新能が、活家のため休止した。これは、藤原仲間丸による毒殺と見る説がある。 天平商法元年7月2日、749年8月19日、娘の安倍内親王、後賢天皇に上位した、一説には自らを、美穂の奴と称した天皇が独断で出家してしまい、それを受けた朝廷が慌てて、手続きを取ったとも言われる。上位して、大乗天皇となった初の男性天皇となる。天平正法4年4月9日。 七百五十二年五月三十日、東大時代仏の海岸法要を行う。天平商法六年、七百五十四年には、闘争、岩人が来日し、皇后や天皇と共に会ったが、同時期に長く病気を患っていた母の宮と死別する。天平商法八歳、七百五十六年に、天武天皇の二世王、闘争を皇太子にする遺言を残して奉御した。 法三五十六、海名は、正万。正無の七十七期に際し、巧名皇后は東大寺流社名仏、大仏に、正無以来の品を、追善供養のため奉建した。その一部は、正宗院に伝存している。なお、明治四十年、1907年から明治四十一年、1908年の東大寺大仏伝改修の際に、趣味団周辺から出土した。 陳団具の内金銀装、大東二口が、宝剣ごまもない天平法寺三年、七百五十九年十二月に、焦僧院が持ち出され、宝剣品の目録である東大寺剣持町、国家珍宝町に、序物という付箋を付けられていた、陽宝剣、陽の宝剣と、影、宝剣陰の宝剣であることが、平成二十二年、二百年に X 線調査で判明した。 この二口の立ちは、聖武天皇の遺愛品であり、正宗院に一旦治めた後、光明皇后に返還されたと考えられる。三笹は、宮内庁により、奈良県奈良市法蓮町にある佐保山南陵、佐保山の南の三笹に地上されている。宮内庁上の形式は山形。遺跡名は、法蓮北方古墳。なお、光明皇后は、佐保山東陵に埋葬されている。 また皇居では、皇齢殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。飯沼賢治は、聖武天皇及びそれ以降の仏教政策について、以下のように解説している。聖武天皇の知性の前期、行基を中心とする集団が弾圧されたが、当時の朝廷は、仏教は、天皇やその周辺の支配層のためのものだという。 考え方があり、その政策の基調を作ったが、天皇の外祖父で、光明皇の実父でもある、藤原夫人であった。ところが、聖武天皇は、次第に、行基や知識の活動に関心を抱き始め、河内の知識時訪問や行基との対面を得て、しがらきでの大仏建流を決意した。しかし、行基集団や知識の力を借りて、民衆を巻き込んだ。 大仏建立を進める天皇と国分寺や国分二次建立政策などを通じて父、父との路線を継承した皇后方の間に次第に仏教観をめぐる対立が生まれ最終的に国分寺の総本山である奈良の東大寺で大仏が建立された言い沼は光明皇后の念頭にあったのは当の側天武孔が国家主導で建立した法泉寺の大仏であたとする 天皇と皇后の仏教間の対立は、行基なき後に、総合の中心にあった行進の入る事件や、朝廷の政治的対立にも影響を与え、やがて皇后のおいにあたる藤原仲中丸が政権を取ったことで皇后の優位に終わったかと思われた。だが、天皇と皇后の娘であった、皇権天皇、後に、聖徳天皇は、両親の死後に、余下道教の補佐を受けて、父、 聖務の路線を継ぐことを明確にし、窮地に立った中丸は、藤原中丸の乱で滅亡する。そして、優れた仏教者、菩薩であれば、身分を超えて国王になれるという国家間にたどり着いた、聖徳天皇は、道教を行為につけるべく、宇佐八万宮信託事件を引き起こしてしまう。その後、幹武天皇が、平安戦途による仏教勢力の影響力排除や最長、 空海の日後、一連の対立に関わった八幡神の神仏集合の推進八万大菩薩の誕生を行うことで、聖武天皇の鎮魂と共に事態の収集に当たったとする。奈良国立博物館新館の入り口には、聖武天皇筆、雑集から集辞した大事が掲げられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。